過去2000年の温度、複数のデータを同時に表示したもの。中世の温暖期とは、ヨーロッパの中世に相当する時期、およそ10世紀から14世紀にかけて続いたヨーロッパが温暖だった時期を指す。この時期の温暖化は、地球温暖化や温室効果についての議論で、しばしば話題にされる。ただし、最新の報告では、現在と同程度に温暖であった地域は限られ、 地球全体での平均気温は今よりもずっと寒冷であったとしている。ヨーロッパではこの時期バイキングが凍結していない海を渡ってグリーンランドに入植するなどより北方へ領土を広げたことが知られている。また農業生産力が拡大し人口増加、経済の復興などが見られそのエネルギーはセイキロマネスク建築やゴシック建築の建設や十字軍の派遣などへと向かった。 この温暖期の後商標期に入り19世紀まで寒冷な時期が続き、その後に現在の温暖化が始まっている。歴史時代の地域的な気候を研究をしている、ほとんどの国気候学者は、寒冷な時期を商標期、温暖な時期を中世の温暖期と便宜的に使用している。他の場合でも商標期や中世の温暖期の時期に相当する。 気候イベントに対して便宜的に用いられている。中世の温暖期と消氷期についての初期の研究はほとんどヨーロッパのものである。ヨーロッパではこれらの証拠が非常に顕著で詳細に研究されてきた。この気温の変化は世界的なものだとする見方もあった。しかし2007年の IPCC 第4次評価報告書においては地球全体が20世紀全体のように 温暖であったというには、中世のいずれの時期についても証拠が不十分だと指摘されている。また2009年に各種データを横断的に調べた報告においても、中世に現在と同程度に温暖であった地域は限定的であり、世界的には現在よりも寒冷であったとしている。日本でも歴史気候学の研究が行われており、薬杉の年輪の炭素同位体比の分析や、 平安海進の痕跡から中世に温暖な時期があったことが示されている。中世の温暖期は太陽の活動の中世の極大期と呼ばれる時期と部分的に一致する。メリーランド州のチェサピーク湾の研究では中世の温暖期と小氷期の間に大きな気温の変化があるのが発見され、北、大西洋の熱塩循環強度の変化との関係が指摘されている。 ハドソン川渓谷の下流にあるピアモント湿原の堆積物からは中世の温暖期には乾燥していたという証拠が得られた。この時期アメリカ西部の多くの地域、特にカリフォルニアやグレートベースウンでは長期の干ばつの影響が見られ、アラスカでは AD0 の300年と850年から1200年、1800年以降の3回の温暖化が認められている。 放射性炭素年代が得られているサルガス総会の海底資料の分析結果では約400年前と1700年前は氷層海水温が現在よりおよそ摂氏1度低く1000年前には摂氏1度高かったということが示されている赤道東アフリカではそれまで現在より乾燥な気候と比較的湿潤な気候が繰り返されていたが 中世の温暖期にあたる時期にはより乾燥した気候へと変化した。南極半島の東ブランスフィールド盆地で得られた氷床コアにも商氷期と中世の温暖期が認められるが AD1000 年から1100年の頃に明らかな寒冷期が見られる。これらのことから中世の温暖期という言葉が一様な出来事を示すのではなく温暖な時期の間にも 地域的に温暖だったり寒冷だったりしたこともあったとされている。熱帯太平洋の産後の分析結果では、比較的冷量で乾燥した状態が千年期初期まで続いており、この変化は塩素パターンのラニーニャのような形状と調和している。リア時代にはイギリスでは温度計による気象観測があったが、MWP の時代にはなかった。C14 測定法、年輪。 植物等の観測記録などの証拠より中世の一時期は現在より温暖だった可能性がある。しかし当時の地球全体の平均気温が現在より高かったと断定できるほどの証拠ではないとする資料もある。もう参照。IPCC の第3次報告書では商標期と中世の温暖期は存在するのかということが議論されていた。 しかし IPCC 第4次評価報告書では、中世に比較的温暖だった時期があり、地域によっては現在以上に温暖だったことも示唆されるもののその証拠は一様ではなく、地球全体が現在よりも温暖であったとは言えないとしている。詳しくは IPCC 報告書における中世温暖期と商氷期の記述を参照のこと。ありがとうございます。